日本鹿。日本鹿は、ホニューズナ玉ひ目、クジラ玉、ヒズメ目とする説も、ありカシカ族に分類される玉ヒズメ類。日本、中華人民共和国、ロシア、北朝鮮、ベトナムでは絶滅したと考えられ、大韓民国では絶滅した。台湾に再導入。アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アルメニア、イギリス、ウクライナ、オーストリア。 チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、フィリピン、フィンランド、フランス、ポーランド、マダガスカル、リトアニアに移入。模式産地は五島列島とされる。体長オス90から190センチメートル、メス90から150センチメートル。肩高オス70から130センチメートル、メス60から110センチメートル。体重オス50から130キログラム。 メス25から8 0ラム。日本では、地理変異が大きく、北部個体群は大型に、南部個体群は小型になる傾向がある。前部は、白い半紋があり、黒く縁取られる。東道長110から1 7 0ートル、尾長8から2 0トル、全身は茶色だが、尻の毛は白く円が黒い。夏には胴体に白点が出現し、冬になるとほぼなくなる。 オスは枝分かれした角を持ち、春先になると落下し新たな角に生え変わる。2006年には、南日本の個体群の実を種、C 日本に残し、大陸の個体群を C ホーショロレム、台湾の個体群を C テイニス、北海道を含む北日本の個体群を C 損失の4種に分割する説が提唱された。2015年現在 IUCN では種の分割を認めず、 12アシュ、キアシュとアシュツシマジカ、以下に英名のある10アシュのみを認めている。ミトコンドリア DNA の分子系統解析では、日本の個体群は北海道から兵庫県にかけての系統と、津島、薬島なども含めて、兵庫県から西の系統に分かれるという推定結果が得られている。以下の分類は、グロブに、分布、和名は三浦に、 英名は IUCN に従う。日本国内に生息する日本ジカは、エゾシカ、本州ジカ、九州ジカ、マゲシカ、ヤクシカ、ケラマジカ、ツシマカの7つの地域アッシュに分類され、北の方のものほど体が大きい、ベルクマンの法則参照。南西諸島の3アッシュは特に小型であり、オスの体重で比較するとエゾジカの1 4 0ラムに対して、 マゲイジカとヤクシカで四十キログラム、ケラマジカでは三十キログラムである。これらの他に台湾ジカが日本でも観光用に輸入され、和歌山県の友ヶ島などで野生化、本土にわたって在来亜種と交雑することが危惧されている。瀬戸内海の島々にはかつてはその多くにシカが住んでいたと考えられるが、現在では淡路島、角井島、小豆島、陰野島、 幾地島、宮島の六島のみであり、角井島、因島などでは、絶滅寸前とも言われる。大見島の鹿は、未完裁判のために、山が切り開かれた際に絶滅し、1964年を最後の記録とする。上緑紅葉樹林や、落葉紅葉樹林、草原などに生息する。一方で完全に森林から離れることはなく、森林の周辺、森林内に、 草地が点在する環境を好む。積雪地帯では、冬季に積雪を避けて、季節的な移動を行うこともある。私有別々に群れを形成するが、最初地では合流することもある。メスの群れは、母系集団で、群れで生まれたメスとその母親で構成される。オスは、生後1から2年で生まれた群れから独立する。生後2年以上のオスは、オスのみで群れを形成する。 明けた草原などでは大規模な群れを、森林では小規模で、流動的な群れを形成する。北海道、本州などの落葉紅葉樹林に生息する個体は、稲花の草本、笹類の葉、子の葉、喧嘩、樹皮などを季節によって食べる。九州などの常緑紅葉樹林に生息する個体は、周年コの葉を食べる。繁殖様式は耐性。 9月下旬から11月に交尾を行う。繁殖期になると戦いによりオスの順位が決定し、一例として、優位オスの割合と年齢は、奈良公園では約20%で生後5年以上、金華山で約5%で生後10年以上の個体が多い。奈良公園や金華山では優位のオスは、メスの行動圏に縄張りを形成し、 縄張り内から離れようとするメスに対して先回りして攻撃し囲い込むようになる。奈良公園では、列位のオスも優位のオスの縄張りの周囲や縄張り内で隙をついて繁殖期に平均0.6頭のメスと交尾を行うこともあるが、金華山では列位のオスはほぼ交尾することはできない。一方で、五島列島の先島の例では、優位オスが列位の個体に対して 縄張りを形成せず、複数のオスが発情したメスに群がるオス同士で、争って強いオスが交尾を行う。妊娠期間は約230日。5月下旬から7月下旬に一頭の幼獣を生む。最高寿命は、オスは約15年、メスは約20年。オスは、フィーと聞こえる鳴き声を発し求愛を行う。子は、生後2年で、生成熟する。 中国語名は、バイカジカ、台湾では鼻ジカと呼称される。英名は、シカ、サイカと発音される。生え始めのビロード状の皮膚に覆われた角、袋ズノが漢方薬として利用されることもある。農作物を食害する、食性を破壊する害獣とみなされることもある。IUCN では2015年現在は日本では、増加傾向、ロシア、台湾の再導入個体群は、 安定傾向にあるとされる。中華人民共和国やベトナム、朝鮮半島では生息地の破壊、狩猟により生息数が激減している。一方で中華人民共和国では食用や薬用として多数の個体が飼育されている。台湾では1969年にアシュタ湾ワンの野生個体は絶滅したが、1988年に 根底国家公園へ再導入された。ベトナムでは、国立公園内に飼育個体群は存在するが、1990年に、2から4頭の報告例があるものの亜種ベトナムジカの野生個体は絶滅した可能性がある。東アジア以外では19世紀に、イギリスのスコットランドや欧州各所に人移入されたが、今となっては、在来のシカと交雑する厄介な外来種として、 扱われている。また、ニュージーランドにも人移入されており、自然生態系を壊すため管理のあり方が議論されている。鹿を意味する日本語には、現在一般に使われる鹿の他に、か、かの獅し、獅子などがある。地名などの当て字や、かの子、目じか、メカなどの語に残るように、古くは、かの一音で鹿を意味していた。一方、 古くからの日本語で肉を意味する語に、獅子肉、肉があり、この語はまた、肉になる、狩猟の対象となる動物の意味でも用いられたが、具体的にはそれは、主に、カイコウル、シカや、コールイのシシのことであった。あとに、カ、イといった単音語は、スタで、これらを指す場合には、シシを添えて、カノシシ、イのシシと呼ぶようになったが、カノシシの方は、 背後となって、現在に至っている。さらに、獅子踊し、鹿踊り、獅子踊りにあるように、おそらくある時期以降、獅子のみで鹿を指す用法が存在している。こうした一方で、鹿という語も万葉集の時代から存在した。語源については、定説がないが、顔とは前述の、かに求めるのが、一般的である。一説に、せか、せ、兄、夫、かの点下と考え、 元、おじかの意味であったとも、また、しし、かの変化したものかとも言う。同一の語が、獣を意味したり、鹿を意味したりする現象は、他の言語にも見られる。例えば英語、に連なる、古英語、は、元来、獣の意であったことが知られている、同言のドイツ、ティアーは現在でも動物の意味、サンスクリットでも同様の現象があったという。 こうした語義の揺れや変遷には多くの場合、鹿が最も狩りやすく、人間にとって身近な動物であった子が関係していたと考えられている。奈良時代以前の宮中行事では、鹿の肩甲骨に熱を加えて生じる亀裂から、吉居を占う太マにが行われており、宮中行事の時期や方角を決める上で重要な役割を果たしていた。鹿は秋の季語であり、 和歌などに読まれ、歌集に収められている。鹿は秋に交尾きがあり、この時期になると、オスは独特の声で泣き角を突き合わせて、戦うため人の注意を引いた呪う。花札の10月には、紅葉の木の川でメジカをレンボって泣いているお鹿が描かれており、紅葉に鹿と言われている。鹿は、死ゆの結束が強いために、この絵図には、男女の中と開運の願いが込められている。 花札における、萩にイノシシ、紅葉に、鹿、ボタンに蝶の三冊を合わせて、イノシカ蝶と呼ばれて、縁起が良い代名詞になっている。また無視することを、鹿とというのは、花札での十月の鹿、鹿十鹿等が横を向いていることに由来する。日本鹿の夏毛は、茶褐色に白い斑点が入った模様をしており、これは、カノコと呼ばれ、夏の季語である。なお、 現代の日本における鹿のイメージは、奈良公園にいる、春日大社の、新緑や宮島を自由に歩き回る鹿によるところが多いが、そのイメージは、鹿せんべいに群がる愛らしくおとなしいものというような、ものである。また、子供動物園で話し飼いにされている小鹿による、ところもある。無論そのイメージは、可愛いというものである。なお、小鹿は、バンビと呼ばれることが多いが、 同盟の児童文学は、オーストリアの作品である。なお、日本自家の子供を、バンビと呼ぶのは誤用ではないが、バンビは、ノロの子供をモデルにしているために、日本自家とは別種であることは理解しておきたい。縄文時代の人々の主な狩猟対象は、鹿とイノシシであった。日本語の、鹿という言葉の語源は、肉、食肉を意味する、死、死と毛皮を意味する。 鹿が合わさったものと考えられている。古代人が鹿を移植療法の重要な供給源としてみなし、非常に近い距離で関わり合っていたことが伺える。遺跡から出土する鹿の依存体を観察すると、頭蓋骨の後頭部が破壊されていたり、四出骨が螺旋状に割られている状況から、肉や内臓だけでなく、脳や骨髄も食用にされていたと見られている。また、 細長い骨である、中手骨や中足骨、固く弾力性のある角などは、ヤスや森、釣り針、湯はず、ヘアピン、垂れ飾り品などの装飾品ほか、様々な道具の材料として利用されていた。鹿の捕獲方法は様々であったと思われるが、縄文時代の早い時期には、落とし穴状の遺構が見つかっている。また、 肩甲骨に石族が突き刺さったまま残っている遺物も出土しているので弓矢を使用した狩猟が盛んに行われていたことが考えられる。他にヤスや森などを使ったり罠を仕掛けたことも考えられる。当時の人々が鹿をどのように考えていたかということは研究上の重要な問題である。縄文時代ではイノシシを模した土製品が少なからず出土しているが反対に鹿を模した。 女性品はこれまで一つも見つかっていない。このことから、縄文時代において、重要な狩猟動物であったイノシシと鹿シのうち、イノシシは、当時の精神世界や観念上において、一定の役割を果たしていたと考えられるが、シカは、単なる食料、もしくは、道具の材料という、極めて実用的な役割であったと考えられている。北海道では、イノシシが、自然分布しないため、 鹿が主要な狩猟対象獣であったと考えられている。アイヌも、同様に鹿、エゾシカは、イオマンテなどの儀礼に使用されず、また、鹿の神、カムイそのものも存在しないと言われている。宗谷地方などエゾシカが稀な地域を除き、鹿は単なる食料の対象であったと見られている。宗谷地方での鹿の扱いについては、さらしな現像の著作でも言及されている。他方で伝承においては、 ゆかってかむいすなわち鹿を支配する神がいて、その神が鹿の骨を地上にばらまく、あるいは鹿の魂が入った袋の口を緩めることで、数多くの鹿が地上にもたらされる、あるいは捕らえた鹿を粗末に扱う等のタブーを犯すと、この神の激輪に触れ、鹿が地上にもたらされなくなる、などの描写が多く確認できる。弥生時代以降、本州では、 本格的な稲作農耕の開始に伴う外獣駆除や農寒期の狩猟活動があったとはいえ食料資源の中で鹿の比重は相対的に低下したと考えられるその一方でこの頃から鹿を霊獣として扱う傾向が芽生えてきたとも見られている縄文時代とは反対に鹿は銅鐸のモチーフとして登場するようになるが一方でイノシシは 銅鐸のモチーフとしては登場しない。一年ごとに生え変わる角が一年の中で、同じようなスケジュールで生育する稲と関わりがある、と考えられていたのであろう。日本の神話や伝承では豊作を願い、水田に鹿の死体や地を捧げるような儀式が描かれることがある。この点で鹿とイノシシは、同じ農作物や田畑を荒らす。鹿は稲もみそのものを食べてしまい。 イノシシは稲をなぎ倒す害獣ではあるが、鹿の方が、日本人の大部分が、農耕民族化しいく中で、霊獣としての地位を獲得していった。古墳時代においても鹿は、継承埴輪のモチーフとなっている。天武天皇は六百七十五年に、律令国家の大きな税収源である稲作を保護、促進するため、稲作に役立つ動物の保護を目的として、牛馬県遠鳥の肉食を、 稲作期間である4月から9月に限って禁止した。鹿と、イノシシは稲作の害獣とみなされたために肉食を禁じられていない。春日大社、鹿島神宮、北口本宮、藤浅間神社のような古い神社で現代でも新緑が飼われているのは日本人としかりの古い関わりの名残である。なお、鹿肉をもみじとも言うがこれは前日の通り、鹿は 秋の季語であり、秋と鹿が生息する場所で、モミジを連想させるため、そう言われるようになったと言われている。神の使いである神録として、最も有名なのは、奈良のカス大社、幸福寺の鹿である。カス大社の縁起によれば、神録の由来は、主宰神である、竹見和知命が、もともとの本拠である鹿島よヨカ大社のある、 三笠さんに潜座した際に乗っていた白禄が繁殖したものと伝えている。江戸時代まで新六殺しは重罪であり、犯人は死刑となった。現代においても条例等で刑罰の対象となる。情報落語の鹿生団はまさにこの史実をもとにした話である。おから、うの花を食べに来た春日大社の鹿を犬と誤って殺してしまった豆腐屋に対し、武行は 鹿の死体を、あくまで角が生えているように見え、体には鹿模様のある犬であると言い張り、無罪方面にしたという筋書きである。現在、春日大社周辺に生息する奈良の鹿は、天然記念物として保護されている。神社、仏閣の境内や庭園などで、闘苗用や、常夜灯として用いられる灯籠の内奈良県奈良市、春日の町にある、 春日大社に兼納された数多くの灯籠を総称して春日道路と呼ぶが、灯明を据える六角形の火袋の部分に新緑が浮き彫りにされ、傘の角部分にわらび手と呼ばれる巻き型のある石灯籠の型を特に春日道路と呼ぶ。古代日本で行われていた占いの一つに太まにがあり、古事記や日本書記にその記述がある。この占いでは鹿の骨、 木骨骨を用いることが多く、か木とも呼ばれる。具体的には、鹿の肩甲骨、少数ながら、肋骨や肝骨も焼き、その亀裂の形や大きさで喫境を判断した。このため鹿は、生獣として扱われていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。